さあ、すいません、川島です。さあ、今配信台で、リュウベガさんが、やってますが、今新谷さんの本田、五先やろうぜということなので、ちょっと解説に入りたいと思います。さあ、ベガ本田、どうなんだろう。本田側がちょっと有利か、そんなに有利はつかないと思いますけど、さあ高め、あっと100巻使って投げる。ガードガード。さあ歩きナイトメア、これ100巻でしたね。さあ新谷さんの読みが大正解。どすこい、あれ引きつければ折り際に返せるね。さあ小足でダブル2が止まる。小パンじゃなくて小足、うまいな。さあここは100巻から投げ、さあ1本目は新谷さん。ベガがどうしたらいいんですかね。さすがのユーベガさんでも、かなり難しいですが、カニがね機能しないんでね。あ、ピヨッタ、うまいな。垂直ジャンプ、中キック、クロアシーダブルに、うまいな。あっだけコパン振ってて、ダブル2やった時だけ頭突きが出る。さあこれユーベガさんがナイトメアで、まあ、開幕大100巻よくガードしたな今。さあめくりにはどうすこい。さあこれはおいちょう、うまいな。まあね、2回読みが通りましたか。ラウンド3ファイト。タッチパンで落としましたね。中足だ。そう、頭突きやっぱ出すのが早いとダメなんですね。負けちゃう。ダブル2に頭突き。さあ今の間合いは難しい間合いですよ。さあ歩いてきたところに最高に来ました。さあダブル2、大ダブル2です。さあユーベガさんが取り返して、これで1対1。さあちょっと乗ってきたかな、ユーベガさんが。さあ開幕立ち台キック、さあ張り手で前を詰めたところにダブル2が刺さる。めくり食らって、これは死亡。張り手で前に行ったところぴったりでした。はい、ダブル大キックでめくり。今これ1-1ですか。そうです、1-1。あ、なんでピヨるよあれで。こんながピヨっちゃう。さあ、コパン、さあ、ゆべがながら2正面。これ、ベガがの方がちょっと不利ですよね。そうですね、やりにくいと思います。本田が楽しようとしなければあれですよね。それはあのドスコイですよ ね、 そうですね。ドスコイにバックジャンプでタッチアウト死亡ですね、1回で。だって玉なしキャラでね、溜めてる本田にどうダメージ取るかって本当にほぼ全キャラ難しいと思うんですけど。歩きナイトメア、あっ、あ
難しい今の判断。抱きしめられて、よくわかんないですけど 1P が 2P 側で壁背負ってるホンダに対して前飛びするとタメが解除されるんですかね。なんかどっちかはなるんですよね確か。助かるんですか。いや、あのタメが解除されてホンダの後ろタメがなくなるはずなんですけど。さあまっすぐはめに来る。おお、壊しすかし投げ長田ロックですかね。ね、さあ 2-2 で星が並ぶ。いや、いい勝負ですね。さあちょっと色を変えてみた。友沢カラーですかね。開幕うっなーすっげえ。開幕じゃ中盤でしたね。中盤ちょっと高めでした。繋がりましたよ。すごいバックジャンプ。若干も見ている。来る大キック。さあガードしたか。おっとピヨっていない。がきっちり投げ返している。あっという間放り返して 2-2 え2-2? いや 2-3 ですね。ゆうべがさんが3本になりました。これで 3-2 か。ゆうべがさん3。やっぱめくりに対しての対処がホンダがちょっと難しいんでしょうかね。そうですね。多分100巻で逃げてもスライディングホバーが間に合うんでしょうね。あれさあでやっぱベガはなんとかしてね。こうやってダウンさせて自宅で殺すと。最後はめくりは食らってないんですけどね。中最高かな今カッカン。わかんないぞこれ。大橋大橋はバックジャンプで回避。相打ち最高で、あれ相打ち取れるんですね。ねあっとごまかして抱きしめる。あ大キック強いな。さあ上からなんとジャンプして、大キックすかし。おいちょうまいな今のは。さあやり返した。これ取れるかどうかでニアさん随分違いますね。そうですね。取られると3-3になるか 4-2 になるかですね。さあ慎重に。ホンダ側はダブル2のあとキシャリで入って変わったツーヒートでしたね。なんかおーいちょ高めから高め超高めの中キック。ピオラする気満々。さあ中足最高。さあめくりでしたね今ね。さあ打っていく。あっホバーが間に合う。なんと中足中足に割り込んだ感じですね今のは。なんとか無双ですねあれね。なんと使えないと噂のスパコンを使っていく。 3ヒットしました。折り返して 3-3 で並びましたね。さあ今のはでかいですね。いやまだ 3-3 で5分ですよ。さあスタミナ無尽蔵のゆうべがさんに対してニーヤーさんは若干おじいちゃん。5先でも疲れてしまう。あっと噛み合って。上を取りに行く。どうすこい。合わせていく。さあ、おいちょ完全に入れてある。おっ削りきれないぞ。相打ち VR 取っていく。相打ち100巻今の判断はうまかったですね。大キックでお釣り。さあ、これを見たパターン。あとミスター珍しいやん。なんで逆にピオリ。逆ピオリ。あと新谷さんも負けていない。新谷さんも負けずにミス。さあお互いミスがありましたが。さあ喜んでいるのは新谷さん。なんとリーチを先にかけたのは新谷ホンダ。なんかかかってるデスマッチなんですかね。どうなんすかね。結果を打ったのはゆうべがさんでしたけど。そうですね。
冬ヶさんに喧嘩売る人あんまりいないのでもっと仕込みで落としてシューキックで返せるんだよね。うまいな投げ返す必要の投げ返しガン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 と2回ガードと美味しい当たり方ですね。あとがないぞ削り隠れ、うん、もう投げですね。リーチがかかる。危ない。さあ端から逃げられない、逃がさない。さあ後半から投げまっすぐはめて高めだが投げ返し。さあ後半熱いぞ。うわー突きに引っかかる。勝ったのはニアホンダ。おめでとうございます。